本当にあのゴーマはアイフリードなのかな。本人を一番よく知ってるアイゼンが言うんだから間違いないだろうな。でもあなたや黒金のように強い意志を持った人間はゴーマになっても自分を失わないのでは。アイゼンの話を聞く限りアイフリードも相当な意志の持ち主だと思いますが。自分を失わないと言ってもゴーマはゴーマだ。残った自分ってのも人間の時と同じじゃない。人間だった頃の気持ちは忘れちまったが、多分人間の六郎から見たら今の俺は立派な化け物さ。ゴーマ化したアイフリードに残った自分が星稜への服従を選ぶこともありえるわけか。いや、メルキュールとあやつの呼吸はいまいち合っておらんようじゃった。多分幻術を利用して操っておるのじゃろう。ローライネやアバルで見たような幻、それでゴーマを操れるの。現にできておる。ま、操ることよりもあのアイゼンが認めたほどの強靭な精神の持ち主をゴーマに落とす方がよっぽど難しそうじゃがの。おそらくメルキオルは相当えげつない幻術を使ったんだろうな。アイフリード、アイゼン。